皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。放置新聞社が主催する第45回放置映画賞の結果が発表されました。邦画部門の作品賞に輝いたのは、土井信弘さんが監督、乃木明子さんが脚本を担当した罪の声、また同作に出演した小栗旬さんが主演男優賞、星野源さんが助演男優賞を受賞し、最多の3冠を達成しました。主演女優賞に輝いたのは、足立慎さんが監督を務めた喜劇愛妻物語で、頼りない夫に罵声を浴びせ家事や育児にも奮闘する妻を演じた水川あさみさんが満票で受賞。主要な映画賞は初受賞の水川さんは浮ついて飛び上がりましたと喜びを爆発させていました。昨年の主演女優賞は長澤まさみさん、その前を遡ると篠原涼子さん、蒼井優さん、宮沢りえさん、樹木希林さん、吉永小百合さんと、そうそうたる顔ぶれです。歴代の受賞者を確認した水川さんは、偉大な先輩方が取っている、役者として新たなステージに立ってもいいんだよって背中を押してもらえた気がしますと喜びをかみしめていました。今年出演した5本の映画のうち4本が作品賞に、自身は主演女優賞と助演女優賞にノミネートされました。選考会でも2020年は水川あさみの年という声が上がっていたそうです。すっごく嬉しいです。携わった作品が評価されるのも嬉しいと豪快に笑ってみせた水川さんですが、第12回玉映画賞でも長澤まさみさんと一緒に最優秀女優賞に選ばれています。喜劇愛妻物語、グッドバイ嘘から始まる人生喜劇、ミッドナイトスワンの3作品が対象となっての受賞です。喜劇愛妻物語での水川さんはコメディータッチの演技で大いに劇場を沸かせました。彼女が演じたのはダメ夫豪太浜田岳さんにとって共済の地下、うだつの上がらない脚本家である豪太に不平不満をマシンガンのようにぶっ放しながら、娘を育て自らの稼ぎで家計を支える肝っ玉母さん的存在です。浜田さんが演じるダメ夫があまりにも度を超えたダメ夫だということも相まって、そんな夫を前にした共済っぷりには清々しさすら感じられます。水川さんは台本を渡された当初、地下の大きな背中という一節を見つけ、監督に私太りますと宣言。3週間で見事に5キロも増量しちゃったそうです。水川さん演じる地下は映画の冒頭からエンジン全開のフル回転です。その話芸の巧みさに見せられっぱなしです。浜田さんあってこそのものなのですが、水川さんの独壇場に近い状態です。ダメ夫に対する観客のじりじりとした気持ちをこれでもかと言葉にして言ってくれます。その気迫は期待をはるかに超えるものでした。随所に罵声を浴びせる場面が登場しますが、一度暴言を吐くと洪水のように溢れ出します。その面白さを感じてもらえたら、全てに憎悪を入れてしまうと憎い映画になってしまうので、根本に愛情があるようにと心がけたことを明かしていました。そしてミッドナイトスワンで演じていたのも母親役で、こちらも強烈なキャラクターでした。しかしその性質は喜劇愛妻物語での母親役とは全くの別物です。本作で水川さんが演じたのはヒロイン一花、服部美咲さんの母親です。若くして一花を産み、一人手で育てる困難に直面し、たった一人の娘をネグレクトにさらしてしまいます。ここでの水川さんの演技も発散するタイプのものでした。ヒステリック気味に声を荒げ、自身の不安定さを言葉や挙動に置き換え、スクリーンいっぱいに発散させています。それもそういった振る舞いを積極的に表面化させていくというよりも、内面に抱えているものが溢れ出してくる印象でした。この発散と抑制のバランスが絶妙で、引きつけられるものがありました。そんな水川さんの主演映画にして出演最新作の合奏よ、2020年11月20日より全国公開中。本作は水川さんだけでなく、浅香晃大さん、
頼川歌さんの3人が主人公です。三者それぞれの演じる人物が紡ぐ3つのエピソードがやがて一つの物語へとつながっていく構成となっています。この物語で水川さんが演じているのは将来的なキャリアと社会不安に悩まされている30代後半の切り絵作家みどり。子供が欲しいという気持ちを自覚しつつも高校の美術教師である夫との関係性に違和感を抱いています。本作における水川さんの演技は先の2作とは正反対といった感じです。声の震えやポーカーフェイスとも思える顔に静かに生まれる表情といった聞き逃してはならない見逃してはならない瞬間に彼女の感情は表現されています。妻として女性として一人の人間として緑という人物のアイデンティティが揺らぐ瞬間がここに収められています。その発語その一挙一動から耳も目も離せません。水川さんは明るい作品が続いていた時に本作のお話が舞い込んできた。タイミング的にも今これをやると言われているような気がしてぜひやってみたいと思いましたとオファーを受けた心境を語っています。誰もが心に不安や葛藤、悲しみを背負いながら生きていると思います。そんな気持ちに寄り添ってくれるような作品になると思いましたと本作に漂う不穏な空気とともに温かさも感じたとも語っていました。今年の水川さんといえばグッドバイ嘘から始まる人生喜劇にも出演されていました。スクリーンこそが彼女の本来の居場所なのではないかと思えるほどのご活躍ぶりです。15歳で女優デビューして22年、その役を与えられたのは自分しかいない、その役を演じるために人生をかける、変な仕事ですよね。でもそれが楽しい。決して劇的な人生ではありません。ハテナを繰り返してきましたと語る彼女はコメディからシリアスまで幅広く演じ試行錯誤しながらすっかり演技派女優になられました。クールな顔立ちとは裏腹に明るく飾らない人柄も魅力です。基本関西人なので面白いことが大好き。女優としても何にでもなれるというよりあの人がやると面白いなと言われる味わい深い女優になれたら、年を重ねるうちに役の人生が重なって唯一無二の役を演じられる女優になりたい、そう語ってくれた水川さん。今回の受賞がそのための励みになりそうです。2021年もスクリーンで躍動する姿を見せてくれることでしょう。ここからはネットの声をご紹介します。満票での主演女優賞受賞、そして助演女優賞にもノミネート、本当におめでとうございます。先日の玉映画祭でも最優秀女優賞受賞と、今年はまさに水川あさみの年ですね。本当にタイプの違う様々な女性を演じられて、それが全てリアルに感じられるんですよね。こういう人本当にいそうだなと。この年代の女優さんだとどうしてもパーソナルイメージがつきまとってしまうけど、この人は良い人も悪い人も美人も汚れ役もできるからすごいですよね。今後の他の映画賞も総なめするのでは。楽しみです。この人は着飾らないし、素顔は関西人の中でもトップクラスにノリの良い性格、同性に好かれるのがよくわかる。この人は強い女性も弱い女性も美しい人も汚い女も演じられて、本当にどの役の人物もその辺にいそうだと思わせてくれる。演技派の女優さんって時々演技が上手すぎて内容が入ってこないことがあるけれど、水川さんは作品を邪魔せずにしっかり世界観に引き込んでくれたまま、しっかり上手い方だなぁと思います。見終わってから作品や場合によっては水川さんの演じた女性を嫌だなと思ったり共感したりするけれど、演技が上手だから引き込んでくれてることにさえ気がつかせない時があるくらい。そしてどんな役にもなぜかどこかに共感してしまう。誰しもが持つ感情や面をその役に織り込むのが上手なんでしょうかね。もう理由もわからないけど笑い。コメディーもシリアスもこれからも様々な役で私たちを楽しませてください。
応援しています。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。